はい、どうも、こんにちは。松井塾の松井です。本日のテーマがこちらという形になるんですけれども、鎌倉府という形になります。鎌倉府というのは一体何のために置かれたのかっていう話なんですけど、前も話の通りで、室町時代っていうのは基本的に近畿圏を中心とする勢力の武士が、近畿を中心に勢力を伸ばしていったという形になります。で、一方、鎌倉幕府っていうのは関東を中心の武士団たちが支配しているという状態になるので、ここの鎌倉を抑える必要性があるということになるわけなんですね。で、鎌倉府をきっちりと置いて、関東を完全に支配体制下に置いておくことで、鎌倉をきちんと取り締まっておくことによって、室町時代の室町政権っていうのを安定させましょうねというふうな形になっている。というふうな形になるわけなんですね。それが鎌倉府という形になります。つまり、関東を支配しましょうね。関東をきちんと抑えておきましょうねと。いうふうに言っているのが鎌倉府だと思っておいてください。よろしいでしょうか。つまり鎌倉府は関東を支配するために室町時代に作られたものですよということです。もう一回いきますが、六原短大は鎌倉時代に京都を監視するために作られたのが六原短大。室町時代の鎌倉府は関東を監視するために置かれたのが鎌倉府ということになります。いつか、この違いをしっかり間違えないでください。いつか、鎌倉時代の六原短大、室町時代の鎌倉府という形になります。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。